2024年の、2024年の6月26日水曜日。後ろのこれはトイレットペーパー。まあ、あ気にしないで。トイレットペーパーがた,た、たくさんあるけど。たくさんあるけどね。まあ、あ気にしないでください。えあ,あれなんだっけ言いたいことを忘れた。 ああ、そうそうそう。思い出した、思い出した。歯医者。1ヶ月後だって、予約。でも、そこしか行った、そこしか行ってないから、最近。別の歯医者行け、行けばいいじゃねえかって話だけど。歯医者って当たり外れがあるからね。うん、今のが当たりなのか、当たり外れなのか分かんないけど、1ヶ月待ちってたのはきついね。 銀歯が取れたのよ銀歯が銀歯が取れたのよ銀歯が早く治療してまあ待つしかないかとりあえず 今日したことは昨日銀歯が取れたんだけどね、まあ、話変わって今日したことはね今日の日記だ日記日記動画日記ええー、普通にせずに行ってそしてなんだクッキーを作りましたクッキーうん食べた感じね クッキー、まずかった。<laughs> 美味しくはなかった。まずいってほどでもない、まずいという、本当の意味のまずいでもない,ないんだけど、一口食ったらもういらないかなっていうような、うまさでした。クッキー、美味しくは、美味しくはなかったかな。正直な味は、美味しくはなかったかな。 一口でお腹いっぱいになるような感じ。しかも硬いのね。硬い硬い、硬いの。銀歯が取れてるから母割れるんじゃないかって心配だね。いや、怖かったよ。かじるのが。硬い硬い。今まで食ったものの中で一番硬いかもしれない。 せんべいとか、そういうそういう類の硬さ、硬さをパワーアップさせた感じ。バリバリいう音が。クッキーなのに。今、クッキーなのにって言いながらあれば、野生爆弾のクッキーを燃やしちゃう。うん。ちょっとした縁でね、クッキーさん、会ったことないし、関係ないんだけど、 あれガリッとちゅうの福島君となんか指定関係らしいからちょっとちょっとなんて言えばいいのかなちょっとなんか近い気がするんだよ。 疎遠なんだけどね。ガリット中の福島君とは。疎遠なんだけど。あ、吉本興業の芸人さんです。ガリット中っていうのは。コンビ名がガリット中コンビ名がね。で、同級生なのよ。同じ小学校、同じ中学校だったのよ。でも、その、俺、不登校したからね。 疎遠になったよな疎遠にでもね相手にとって俺はもうどうでもいい存在なんだけど俺にとっては思い出の一つだからねだからうんちょっと寂しいね ちょっとね、寂しいね。うん。まあ、そんな感じでね。クッキーと結びついてしまった。親しい人と、親しい人と親しい人は、なんか他人に思えないみたいな感じそういうのないかなないな。ないな。<laughs> ないな <laughs> た 他人の他人は他人でしょ <laughs> 何言ってんだろうね、今日の俺は。いつも俺か、俺と一緒か。んまあいいや。とりあえず。とりあえず、パニックショーが出てね。パニックショーが出て。 あ、パニック障害じゃなくて、強迫性障害が出て、歯医者の予約を確認したくて確認じゃなくてたまんないのよ。本当にこの日だったのかっていうのを確認してるんだけど一回、何度も何度も確認したいのよ。したくて確かにたまらないのよ。した、親したくて、したくてしたくてたまらなくなるの。 大変よ我慢するの姉に止められてやめてるけど誰もいないなら俺やってるよ確認確認癖やってるよやっちまってるよ俺は まあそんな感じよ。そんな感じの一日でした。よし、終わるか。チャンネル登録と高評価お願いします。あとな、なんかコメント欲しいな。コメント欲しい。コメントが欲しい。コメント書いて。書いて。無理やり言っとく書いて。書け。ふ <laughs> うん。書いて。 じゃあねちょっと眠いの今日は目がトロンとしてるでしょなんと見えないすごい眠さがあるまたね